深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。皆様こんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトレアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトレアミュージックが予想を新たに令和の時代にお届けするデパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディ、そして番組プロデューサーの原田実です。原田さん、広報レディ、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。さて本日もですね、先週に引き続きこの方ゲストにですね、松坂屋名古屋店業務推進部サステナビリティ推進担当の足立明美さんにね、来ていただいておりますので、またいろんなね話を聞いてみたいと思います。どうぞお楽しみに。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。上へ下へのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ、原田実、作 H ノブ、第127回カトレアデパートの女性デー。私の名前はミスターデパート、カトレアデパートの偉い人である。どれくらい偉いのかというと、とにかく偉いのである。さて皆様ご存知、広報レディ、普段はご覧の通り愉快な女性なのだが、ここ最近はどうもピリピリしているようだ。あと1時間でこれ終わらせて。ああね、あの資料もうできたでしょ。え、まだ？ああ、もう何してたの？遊んでたの？もういいです、私がやるんで、できたところまで送ってください。あ、それと例のイベントの準備の件、後で打ち合わせしたいから時間空けといてね。え、何時からって？何時にすればいいの？あ、もうこれ全然もう今日時間取れないじゃん。まあ、とにかく後で連絡するからちょっと待ってて。レディー。ああ、ミスターデパートお疲れ様です。お疲れ様。ごめんね、忙しいのに。あのさ、ちょっと今見てたんだけど、君自分で仕事抱えすぎじゃない？大丈夫？え、ああ大丈夫ですよ。そう、それならいいけど。みんな忙しいんですから、私だけ泣き言言っていられませんよ。泣き言というか、あ、先にあれやっとかなきゃ。あ、すいません、ミスターデパート、私はこれで。ああ、うん、お疲れ様。世話しないな、パンクしちゃわないか心配だな。いろんな案件が同時並行してますからね。ああ、ジェン君、お疲れ様。君も忙しそうだね。いえ、ミスターデパートやレディーほどではないんですけれども、少し悩んでましてね。悩んでるとは？国際女性デーに向けて何かできないかという件、僕が担当することになったんですが、いいアイデアが思い浮かばないんです。国際女性デーとは、3月8日、国連が定めた記念日で、女性の生き方を考えアクションする日である。歴史的な変化をもたらしてきた女性たちを称えたり、あるいは女性差別をなくすために啓蒙イベントをしたり、身近な女性にプレゼントを送ったりと、世界中で多様なアクションがされているのだが、
日本ではまだそれほど知名度がない。そこでカトレアデパートでもこの国際女性デーに何かできないかという話が持ち上がったのだが、このジエン君がその担当になったということだ。女性デーを象徴するミモザの花をお客様に配るとか、女性向けたプレゼントのおすすめ商品を提案するとか、いろいろ考えてみるんですけどね。ピンとこない。ピンとこないというか、そもそもジェンダレスの時代と言われてますよね。言われてるね。なのに今さら女性デーってなんか逆行してるような気がしませんか？デパートがそれを提案していいんでしょうかね。根本の部分で違和感があるんだね。それはいいアイデアも浮かばないよな。ミスターデパートありませんか、違和感。私？そうだな、違和感なんて言ってる場合じゃないですよ。わ、広報レディ、いつの間に。やるって決めたんだからやるしかないんです。ジエンさんができないって言うなら私がやりますよ。君さらに仕事増やす気？いやいやいや、やるって決めたからやるしかないって、そんな乱暴なこと言われてもね。そもそもですね、ジェンダーレスの時代とはいえ、事実としてジェンダーというものは存在するわけなんです。私は生物学上は女性だし、ジェーンさんとミスターデパートは生物学上男性です。この事実は覆りません。まあ確かにね。そしてさらにこれも事実として、近代女性は多くの場面で不遇な扱いを受けてきました。日本においても選挙権が与えられたのは男性の随分後だし、現在においても政治家や企業の経営陣の多くは男性です。平均収入も男女で分けると随分な差があります。まあそれはそうだけど、それを不遇と一言で片付けていいものなのかな。ジェンさんの言いたいことはなんとなくわかります。でもそういう歪みみたいなものは事実として存在してきたわけです。確かに歪みと言われたらそうかもしれないな。そういう歪みをカトレアデパートが何とかしようってことなのかな。一企業であるカトレアデパートの力だけでそんな大きなことを解決できるわけもありません。でもね、ジエンさん、やれることをやるしかないんですよ。やれることをやるか。そうです。そして女性のために何かできることはないかなんて視点じゃダメだと思います。微力かもしれない。ほとんど世界に影響なんて与えられないかもしれない。その自覚をしつつも、それでも男女含めた、もっと言うとジェンダーにとらわれず、人間が、世界が今よりも少しは良くなることを祈ってやれることをやるんです。なるほど。じゃあ一個提案していい？どうぞ。レディ、僕に少し仕事振りなよ。はい。顔色悪すぎ。ろくに寝てないんじゃないの？世界を今よりも少しだけ良くするために、とりあえず目の前にいる女性のヘルプさせてくんない？いや、でも私の仕事ですし。やれることをやる。そうだろう、レディ。え？つまりそれは、やれないことを無理してやるよりも誰かと力を合わせてやりましょうってことなんじゃないの？単純に生産性もそっちの方が上がるぜ。なんか私一本取られちゃってません？気にしない気にしない、レディ。君は僕に何してほしい？それじゃあですね。こうしてレディも素直にジエン君にいくつかの仕事を助けてもらったようだ。さて、女性デーに向けて何をするか。結論としては、お客様に何かを配ったりギフト提案をしたいということではなく、デパートの中で働く女性たちにスポットを当て、等身大の頑張りをホームページを通してお客様に知ってもらう企画を行うことにした。デパートの店頭にはお取引先も含めて多くの女性たちが働いている。圧倒的に男性よりも女性スタッフが多い。それがデパートの特徴でもあるのだ。自分が普段接客で感じていることやプライベートでこだわっていること、頑張っていること、逆に力を抜いていることなど、等身大の姿をホームページで紹介する。直接売り上げにつながるわけでもないし、
女性の地位向上に大いに貢献できるというわけでもないかもしれない。しかしこれがカトレアデパートが考えた女性デーのアクションなのである。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート役ミスターデパート、広報レディ役広報レディ、次演役原田実、作 H ノブ。第127回カトレアデパートの女性デーでした。ショートラジオドラマとびきりエブリデイ、お聞きいただきました。とにかく笑顔のエレベーターガールです。次はようこそカトレアデパートへ参ります。カトレアミュージック、ようこそカトレアデパートへ。このコーナーは毎回ゲストをお迎えし、一緒にデパートや名古屋のことについてお話をしましょうというコーナーです。本日は先週に引き続きこの方をゲストとしてお迎えしています。松坂屋名古屋店業務推進部サスティナビリティ推進担当、足立明美さんです。足立さん、ようこそカトレアデパートへ。こんばんは。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はですね、社内の、サスティナビリティというかですね、未来パスポートっていうお話をお聞きしたんですが、今週は社外向けのねこともいろいろやってらっしゃるということをお聞きしたんで、それについてお聞きしたいと思いますけれども、外部に向けた活動ってどういうことやってらっしゃるんですか？はい。まあ、具体的には、はい、フードドライブの活動ですとか、うん、はい、まあ、ピンクリボン活動、うん、それからこれ当社のオリジナルになるんですが、はい、ブルークローバーキャンペーンというようなものをやっております。はい。それ具体的にどんなことですか？ブルークローバーキャンペーンというのは、はい、まあ、男性の、前立腺がんの検査の、啓発活動というところで、まあ、ピンクリボンが女性の乳がんの、検査を、まあ、受けましょうという活動ですが、うん、ブルークローバーというのが、前立腺がんの、検査を受けましょうという活動でございます。これね、はい、ブルークローバーキャンペーンというのは、はい、実はその、前立腺がんって乳がんと同じぐらい多いんですよね、うん、男性に。そうなんですか？そう、だけどピンクリボンはあれだけ話題になるんだけど、ね、男性であまり話題にならないっていうことでね、はい、それはどうして話題にならないんでしょうね。どうしてでしょうね。言わないからかな、あんまり。早く発見すれば、うん、これも前立腺がん、うん、早く早期治療で、まあ、感知するというような、乳がんと一緒ですね。そうですね。なんか先日もね、大物の、歌手の方がそういう亡くなられたりしましたからね。はい、そうですか、それをやってらっしゃる。そうです。それはできるだけ早めに検診をしましょうとか、定期的にということなんですか？そうです、そうです。なるほど、なるほど。その他最近の活動はどんなことやってらっしゃいますか？最近はですね、うん、まあ、環境というところで、うん、まあ、CO2 の削減というのが、うん、よく耳にされると思うんですが、はい、まあ、当社で、できる CO2 の削減というところで言うと、うん、まず、ゴミの排出を減らす。ゴミというのは、燃やしてしまうものなので、はい、燃やすということは、うん、二酸化炭素、CO2 が出るということですね、はい、温暖化効果ガスと言われますが、はいはい、それを出してしまっているということなので、まあ、燃やすゴミを減らして、なるべく資源にできるものと分けて、まあ、分けることによって燃やすゴミを減らすと。そうですよね、うん、ゴミが出るっていうのは、僕の個人的な、家でもそうですけど、ご飯を残したりいろんなことするかもってゴミを増えていくわけですもんね。それをこう少なくするということは確かにそういうことなんでしょうね。そうですね。はい、で、中でもですね、うん、やっぱり松坂屋では、やはりゴチパラ、うん、食品売り場で。ゴチパラって言うんですね。はい。まあ、食品廃棄物がたくさん出るので、まあ、それを減らす取り組み、まあ、売れ残ってしまわないように。これ難しいですね。うん、
これ難しいと思います、はい、僕、うん、売り切る活動を、はいはいはい、するというようなことで、うん、まあ夕方になると、うん、20% 引きとかそういったものでなるべく減らすだとか、うん、あとは新しい取り組みだと、うん、松坂屋のアプリ会員のお客様へ、はいはいはい、まあ、プッシュ信号で、うん、今だとこうですよみたいな話を、今ここが、はいはい、値下げしてますよとか、というような、いいですね、うん、取り組みをすると。これ松坂屋アプリに入っていて、店内にいるとプッシュが来るっていう、うん、はい、そういう理解でいいんですか、ね、店内にいないとダメなんですね。そうそうそう、あ、でもいいですね、それはね、今ちょうどね、うん、遠くから来るようにも今いるわけですからね、今へといらっしゃるわけですからね、はい、なるほどなるほど。そしてこうデパートが、まあ、すごく根本的なお話ですけど、 SDGs というかそういうことをやる意義ってどこにあるんですかね。はい、まあ、デパートがというよりも、うん、まあ、企業であったり、うん、一人一人の人が環境に対して、うん、意識を持って活動するということが一番大事だと思っています。企業とかデパートじゃなくて、人として地球の人間としてということなんですね。そうですそうです、はい、これは本当にたくさんの方に言いたいですね。そうです ね、はい、ね、はい、素敵なことですね、はい、でもそれを率先してやってらっしゃるところっていいですね。まあ、うん、そうですね、できる限り、うん、そうですよね、頑張ってます。なるほどなるほど。そして今さっきもね、ちょっと食品ロスの話にもなったんですが、うん、いろんなこう社会問題にもなってますし、うん、またレジ袋のね、件もいろんなことが言われてますけど、これもなんかいろいろやってらっしゃるんですね。そうですね、はい、一昨年の6月からレジ袋の有料化がスタートして、うんうん、当社では、うん、レジ袋を、まあ、お買い上げいただいたお客様、うんうん、まあ、いただいた売上金の利益の部分については、うんうん、名古屋市の環境局が事務局としてやっております、うんうん、2R 推進実行委員会というところに、うん、はい、その収益を寄付しております、うん、なるほど。名古屋市内のスーパーさんなども、うんうん、参加して、うん、寄付をされているんですが、うん、まあ、その寄付されたお金は何に使われているかというと、一番直近で言いますと、はい、名城公園の公園の花壇の整備に使用されたということですね。いいですね、うん、ミスター、いいことですね、とてもね。だから基本はね、うん、マイバッグを皆さん持ってくださいねっていうお願いをしている、はい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 、でレジ袋が欲しいですって言って、これ有料でお分けしているわけなので、うんうん、レジ袋を買っていただいて、その分は、うん、一部を名城公園の花壇に寄付するとか、うん、次は何やろうとかって言って、うん、展開してるっていう、そういうことですよね、うん、そうですそうです。じゃあマイバッグ持って来られても、持って来られなくても貢献できるっていう形ですね、はい、なるほど。ただうまいこと言いますね、はい、マイバッグは持ってきていただきたい、まあ、推進はしていますけどね、うん、はい、そうですね。だからね、本当に環境問題とかっていうのは関心が高いんだけども、うん、じゃあ身近なところから何ができるのか、それからその我々は何をするのか、お客様と一緒に何ができるのかということで、フードドライブのイベントなんかね、すごい皆さん興味持って参加していただいてますよね。そうですね、次5月に開催しますが、それで3回目になります、うん、やはり意識の高いお客様、そうですよね、うん、僕なんかちょっと古い人間なのかもしれませんけど、例えばお客様とかご一緒でご飯食べるときにちょっと重めに注文してしまうんですよ。遠慮されてはいけないなと思ったりして、うん、そういうタイプですよね。そうなんですよ。だからそれもいけないなと最近思い始めて、本当に食べれるだけ頼もうとかね、あ、1週間考えてみて、そうそうそうでもなんか遠慮されたら申し訳ないなという気持ちもどっかに僕あるんですよね。その辺をどうしたらいいんでしょうか、足立さん。もしも食べ残した場合は、うんうん、お店の人に頼んで持ち帰りができるかどうか、うん、あ、そうかそうか、うん、そうですよね。なるほど、聞いていただくといいと思います。2週間勉強になりましたね。はい、ね、本当にこの SDGs って取り組みは本当にいろいろな方面にあるので、うんうん、我々もまた考えていきたいと思います。そうですね、本当ですね。また新しいことを始めたら、ぜひまた足立さん教えてください。はい、はい、本日のゲストは松坂屋名古屋店業務推進部サスティナビリティ推進担当、足立明美さんでした。足立さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。次は広報ガールへ参ります。アトレアミュージック、広報ガール。今日のドラマでもご紹介しましたけれども、うんうん、3月8日の国際女性デーを前に、ハローハッピーウィメン
という特集ページを松坂屋名古屋店のホームページで公開しています、うん、今回は主に婦人服売り場や化粧品売り場の約15ショップから女性店長たちの自己紹介という形でページを作成しておりまして、うん、彼女たちの普段は知ることができないような仕事への思いですとか価値観を掲載しております、はい、で最初は、ね、15ショップ程度なんですけれども、うん、今後も少しずつ掲載店舗を増やしていければいいなと思っております。ラジオをお聞きの皆さん、ぜひ少しお時間があるときには松坂屋名古屋店のホームページからハローハッピーウィメンにアクセスいただいて、まあ、こんな人がいるんだなとか、私もわかるなみたいな、そんな共感をしていただければいいななんて思っております。特にあれですよね、女性のこう着るものファッションなんで、やはりそれぞれの個性があって、この人に選んでもらいたいとか、この人が勧める洋服とかね、そんなことわかるんでしょうね。そうですね、はい、なかなかね、接客の場ではその人の言えないですもんね。そうですね、うん、そうですよね。ご自宅での過ごし方とかまでは知らないと思いますので、でもいいですね、はい、知っていただければと思います。はい、はい、本日は松坂屋名古屋店のホームページで公開されるハローハッピーウィメンというですね、特集ページについてお話しいただきました。でありがとうございました。上石大のエレベーターガールです。皆様、本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。アトレアミュージック。さて、そろそろお別れの時間になってきました。2週にわたって、足立さん勉強になりました。とても勉強になって、やはり僕らもそういったフードロスとかね、ぜひこういろいろ考えていきたいと思いますが、そしてこんなメッセージもいただいております。木ぐるみさん、2月20日放送のラジオドラマの広報レディーが迫力があり、言い慣れてる感あったのと、力を持ったいいかな放送で出て、バカ女特有の苛立しさも表現されてて面白かったです。そうですね、やっぱりジップグップとちょっと通じるものがありましたので、そうなんですか、つい経費さんにきつく当たってしまいました。そうですか、きつく当たらないようにしてくださいね。そうですね、はい、女性デーですから、はい、このようにですね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛てまで、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介します。またツイッターでもメッセージをお待ちしております。ハッシュタグカトレアミュージックをつけてどんどんつぶやいてくださいね。いや、それにしてもデパートいろんなことをしている人がいろんなたくさんいて本当に面白いと思います。これからすぐに松坂さんに行ってみたいと思いますけれども、どうでしょうか。レディ今いらっしゃってもドルドルドル閉まっています。開店は下の10時ですので、よろしくどうぞ。はい、それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディと原田みのるでした。ではいきますよ皆さん、せーの、生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。